ダティーニの像フランチェスコ・ディ・マルコ・ダティーニは、イタリア、プラーと生まれの商人であり、中世のフィレンツェを中心に財を成した初期の銀行家。1348年に共に、国死病で死亡した、マルコ・ディ・ダティーノと、モンナ・ベルミーニアの一人息子として、生を受ける。両親の死亡後、彼が、母の代理人呼ぶ人物によって育てられる。手紙に、 母へ愛を込めてと署名していることから良好な親子関係だったことが伺える。フィレンツェで都邸暴行に出た後、15歳で当時教皇の住まいとなっていたアビニョンへ向かう商人の一団に参加する。武器貿易から始め100年戦争の間ということもあり多大な利益を得る。徐々にアビニョン在住の不愉な数気教向けの贅沢品や美術品も扱うようになる。 こうして購入された美術作品は初めて宗教目的でなく、個人的のために供されたものの一つであるとされる。中世のフィレンツェで最大の富豪だったペルッツ家やアルベルティ家と同様に、武器、奴隷貿易、毛織物、香辛料、武道酒、オリーブオイルなど幅広く強硬調と取引を行った。ダティーには、まだ社会に完全に浸透していなかった。 複式簿記が事業の利益を適正に把握するために必要不可欠なツールであることを理解していた。ラティーには日々の取引を事業別に仕分け帳に記入し、相関上元帳に転記し、小額の現金については現代の現金水奨帳のようなものに記載していた。その他にも現代の商品有り帳相当する在庫台帳や不動産台帳、 給料の記録簿に加え、個人的な家計簿には、シーツ、ろうそく、石炭、食品、女中の賃金など、こと細かに記載していた。そしてすべてを、総合的に管理する、秘密の本に、事業の最終的な決算や教会への寄進や、貧者への施しなどプライベートな内容を記載した。またフィリッポリッピの聖母体幹では寄進者の一人として、名を残している。 1383年1月10日、ダティーニは40歳を超えてから一時的に、プラートに戻り、25歳歳下のマーガレッタと結婚した。彼が仕事で出かけている時に交換した手紙は今日に、彼の人生に関する多くの情報を残している。この手紙類は、現在プラートのダティーニこの文書館に保管され、重要な当時の商業資料として活用されている。 また124,549通にも及ぶ、商用文書、573冊の帳簿と元帳など、中世では、最大となる個人の会計記録を残している。1400年6月17日頃、国史病化を避けて夫妻は、ボローニャの彼の書室の娘のところへ移る。1410年彼はプラートへ戻り、そこで生涯を閉じる。 ダティーニが残した財産は10万フローリン金貨にも及ぶ。ABCDEFGJ コブソウル。帳簿の世界史。文芸春秋。 ピアニッシモ、47から55、ISBN978 から4から16から39万246からサニエービシザ・ミドル・ウェイジズ、アンイラストレーテッド・ヒストリー、バーバラ・エ・ハナワルト、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、ニューヨーク、1998、ISBN0 から19から51万359から、QMM、ポスタン&、エドワード・ミラー、ザ、 ケンブリッジ・エコノミック・ヒストリー・オブ・ヨーロッパ、ボリューム2、トレードインダストリー・インザ・ミドル・エイジズ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモピアニッシ七十378-379、ISBN-0521087090、ABEN、アイリス・オリゴ、ザ・マーチャント・オブ・プロット、フランチェスコ・ディ・マルコ・ダチニ、ペンギン・ブックス・ハット・ジョン・リーダー。シティズ、A、マジェステリアル、e N, Exploration of the nature and impact of the city, from its beginnings to the mega, カナーベーションズ of today, ボストンアトランティック・マンスリー・プレスピアニッシモ P94, ISBN 0-871138980。ありがとうございます。